はい、ということで皆さんこんばんは、リーショーでございます。今回ですね、タイトルにもある通り第2回リリチオマップで遊んでみた、やっていきたいかなと思います。リリチオって検索をかけた際にこんな感じで今もう映してるんですけど、いっぱいあるんですよ。リリチオグループの方では募集していると。今回なるべく全て紹介していきたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。なんで皆さん、気になる方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。高評価数が多い方がたくさんの方にね、見られやすいということなので、よかったら皆さん、プレミア公開とか動画を今ご覧の皆さん、高評価とか押していただけるとすごく嬉しいです。ということでやっていきましょう。気になったのから言っていい？リリチオクイズ。リリチオさんのクイズです。知識があやふやなので間違ったらすいません。あと適当に作ったのでめちゃくちゃガバガバです。バグなどありましたら教えていただける幸いです。ということで、リリチオのクイズだって、多分これ3択クイズか。リリチオクイズってもう俺だよ、俺。もう本人のクイズやから間違っちゃダメだよね。俺が一番嫉妬があっておかしいやん。ショコラさんだ、わかる。 YouTube でいつもコメントしてくれてる人だ。リリナーって書いてる人だ。ほらリリナーです。最近リリチョウさんを知ったけど毎日動画見て子さんさんとの差を埋めますということで頑張ってくださいと。じゃあ見ていきましょうか。ちょっと頑張って作ってくれたみたい。クイズやっていくね。全問正解します。いきますか。では、うわ、なんか書いてるみんな。リリチオジェナサバオチ、なんだ、なんなんだ一体。これはなんなんだ一体。これが多分クイズなんやろうな。出題者がリリチオなんや。いくよ、はい。1問目、リリチオが今の顔になった動画はどれですか。ちょっと待って、わかんねえ。あ、そうなんや。もともと俺別の顔やったよね。リリチオマップ、ジェナ、サバオチ。わかんない。あれじゃなかったっけ、クローンタイクーン2じゃなかったっけ。あれ違う、リリチオさ、クローンタイクーン2でこの顔にしなかったっけ。確かさ、俺さ、クローンタイクーンで顔変わった。ほら、変わってるんよね。はい、リリチオです。ということで、今回はですね、クローンタイクーン2というゲームをやっていきたいかなと思います。よろしくお願いします。ちょっと、顔をね、リニューアルしました。ほら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 、クローンタイクーン2だよ。違う違う。制作者違う。クローンタイクーン2だよ、俺。クローンタイクーン2で変えたんだよ。だから、多分ね、時期的にリリチオマップなんじゃない？じゃあ。多分。あ、オッケー、そうだそうだそうだ。だからジェナとかサボチの時は変えてないんで、正確にはこの顔になったのはクローンタイクーン2です。覚えてる俺。俺マジで覚えてる。俺記憶力すごくない？俺。じゃあ次行きますか。問題。リリチオのロブロックス初投稿動画は何ですか？これはもうわかりますよ。刑務所脱獄ですね。刑務所脱獄の動画から始めました。最初から動画班います。確か、自然災害を上げた後に、マイクラ動画班を入れてパクリのマイクラマップをやった記憶があるんで、一番最初ですけど刑務所ですね。これ覚えてます。はい、次。うわ、丸罰問題だ。はい。リリチオはホラーゲームが苦手ですか？俺苦手なんだけど、これ動画で発言してる？俺結構ホラーゲーム苦手なんですよ。俺動画でボソって言ってるやつやから、多分ね、この子相当見てるぞ。相当見てるこの子。ホラーゲームが苦手ですか？だから丸だ。そうだ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 。まあ、これ俺のミス、俺のミス。うわ、これ多分名前の由来かな。リリチオの名前の由来は、アニメです。犬ボクシークレットサービスっていう作品の主人公の名前がシラキーン・リリチオっていうんですよ。女のキャラクターなんですよね。そこからリリチオと言いました。ちなみになんでリリチオにしたかっていうと、リリチオって漢字にすると、リリシー蝶々なんですよ。蝶々のように羽ばたいていくと。要は、さなぎの期間がすごく多いかもしれないんだけど、蝶になった時に美しく羽ばたいていけるように。要は、下積みが長いかもしれないけど、コツコツ頑張って、美しく羽ばたいていこうねっていう意味合いも込めてリリチオにしました。これ初めて言うかな。なんで、アニメから撮ってます。はい、そうです。リリチオの好きな髪色は？女性の好きな髪の色は何ですか？みたいなのよく聞かれるんで、僕、ピンク髪が好きって言ってるんですよね。ピンク髪、トラブルって知ってる？ジャンプの作品の。トラブルとか結構好きでさ、トラブルダークネスとかさ、そこに出てくるほら、ももちゃんとかナナちゃんとかが好きなんで、ピンク髪が好きって言ってます。あ、だからこっちに行けばいいんだ。オッケーオッケー。ドゥーブ動画班の人数、14じゃなかったっけ？ロブロックスの動画班は今、俺入れて15人だった気がする。あ、オッケー。正解。リリチョが最初にコラボしたのは誰ですか？小田健さん、ゆざるさん、テキトさん。これはわかるよね。小田健さんですよ。何言ってんだよ、ほんとよ。もう決まっ、リリチオの最初の帽子は何ですか？これだよね。俺、この帽子知らないから、多分この帽子だと思う。そう、今ちょっと違うじゃん、ほら。笑ってるでしょ？一個前これだったんだよね。リリチオの彼女でないのは誰ですか？
ゆざるさん、さちこさん、かすみさん、知らねえんだけど。あ、ゆざるさんは一応彼女って言われてますね。あの美少女 JK の17歳って歌ってるじゃないですか。一応美少女 JK っていう設定、ああ失礼しました。まあこれは一応彼女認定でいいだろう。え、俺彼女の名前さちことかかすみって言ったっけ。俺全然覚えてないんだけど。俺多分超適当だよ。でも俺さちこって言った記憶はないな。かすみは言った記憶があるよ。俺有村かすみ好きだから、かすみって言った記憶あるから多分さちこじゃない。あーオッケー、正解正解。10問目、リリチオは神ハゲ面白い。制作者がね結構真面目な子なのね、だから面白いにしてると思う。ちなみに、うん、バカにしてるな、おいバカにしてるな、お前やったな。真のリリナーっていうバッジもらったわ、やった。真のリリナーらしいです。まあ僕なんだけどね。左にリリチオさんとの撮影ポイントがあります。クリアおめでとう。リリチョのチャンネル登録よろしく、よろしくお願いします皆さん。はい、ぜひともね。直立チオ。ははははは。見ていくか。握手チオ。はい、皆さんどうも握手チオです。はい、握手チオ。これ片足チオかな。俺に惚れてもいいんだぜ。チオじゃねえわ。これあれですね。あの、ABCDE 順に並べるやつだね。俺に惚れてもいいんだぜ。のやつだね。はい。うわ、これブランコチオじゃない？多分これブランコチオ。ブランコ、うん、チオじゃない。うん、チオじゃなかった。サイコ。サイコチオです。あ。ということで、リリチオクイズでした。すごいね。マジでクオリティ高いね。友達とかにやらせるといいわ。俺の動画を見てない友達とかにやらしてみてください。じゃあ次やっていきましょう。あのさ、これやっていい？リリチオボス戦を挑戦。俺のさ、切り抜き動画を上げてる方がいるんだけど、その方がね、ここの切り抜き部分を上げてくれてたのね。ハンドガンってどこで拾うんだっけ？あった。じゃあね、まあちょっと久々にね、ちょっと見せてあげますよ、皆さん。じゃあまあほんと久しぶり。マジで久しぶりだ、これやるの。いくよ。幸せなら手を叩こう。なんかハンドガンのなんか出方が悪くなってるや。なにこれ、リリチオディフェンスアルファ版。これタワーディフェンスか。様々な種類のリリチオさんを使い分け、押し寄せてくるゾンビの大群から防衛対象を守り抜け、最大ウェーブは10まで。 PC でないと遊べないらしい。タワーディフェンスだって、いろんなリリチオを使うらしい。なるほど、丸々チオみたいなのがいるのか。ニャンさんありがとうございます。ロブロックスステイディオとタワーディフェンによく生息してます。英語はマジで喋れません。じゃあやっていきましょうか。早速リリチオディフェンス。なになになに、ウェーブ2始まった。待って、あ、いるいる。おい、なんだよこれ、おい、これなんだよこれ、な。何チオ、おハゲ取れやねえか。ジェラチオがいる。みんなちょ、ジェラチオどこに入ってんの。早い早い早い、やれやれやれ。あー、あれ、スナイパーチオがいる。みんなスナイパーチオ、おやれや、おハゲ取れや、やれ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 。ナイスナイスナイス。ほら、パチンチオが、パチンオ、パチオがやってくれてる。パチオが何チオだこれ。みんなこれキャラクター何チオなんだこれ。待って、ジェラチオが全然やってくれん。みんなジェラチオがやってくれ。ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。パチオが少ない。パチオがむずいぞ。リリチオディフェンス、俺普段のさタワーディフェンスよりむずいんだけど。マジでむずいぞこれ。どうなってんだ、これ。やれるか、アップグレードできるわ。1010でレベル上がるんだ。攻撃範囲とかも全部書いてる、すごいね。え、ジェラチオは？ジェラチオ攻撃範囲8なんだ。あ、攻撃範囲が狭いからもっと近づけんといかんかったのか。なるほど。で、200ででも上がる。ほら、お、すごい。みんなご機嫌斜めチオじゃないんよ。ご機嫌斜めチオ帽子取っとるやん。めちゃくちゃ不機嫌になってるやねえかお前。うわー、でもこれ無理だ。みんなごめん、無理だ。もう一回やり直そう。あれだね、だから初期のリリチオと、あれだね、ジェラチオは強化しやすいじゃん。安くて強化しやすいから、ジェラチオをご機嫌斜めチオに早く進化した方がいいね。俺マジでクリアする。みんなマジでクリアする、見といて。俺マジでクリアするわ。オッケー、まずジェラで対応してもらおう。ジェラで対応で、はい、パチオ置くわ。パチオやれ、ジェラチオ。ナイスナイスナイス。いやいや、数いすぎや。うん、数がいすぎないんよ。オッケー、パチオ置こう。パチオ、パチオ、いけパチオ。ナイスナイス。誰がハゲやお前。こら、初期キャラがマジで大事。マジどんどん置いてくわ。お金貯まりやすいぞみんな。で、200、待って、ジェラチオっていくらで？ 200 で強化だから、ジェラチオ強化。ジェラチオ、ご機嫌斜めチオ。オッケー、ご機嫌斜めチオにすることでクールタイムが減るぞ。かわいいね、ご機嫌斜めチオ。じゃあ、一回、ジェラチオ置きまくる、ジェラチオ。ここら辺に置こう。はい。ジェラチオ置いて、はい、ジェラチオ200で強化して、はい、いい感じ、ご機嫌斜めチオ3体設置。これ何体まで設置できるんだろうね。タワーディフェンスってさ、あの、人数制限があるのね。何体まで置いていいですよ、みたいな、決まりがあるんだけど、うわっ。
置けねえわ、パチオが置けなくなった。パチオ外すしかないんじゃない。パチオ売って、うわあ、置ける置ける置ける、来た、いけ、かえこ、かわいい、めっちゃ笑ってるやん、めちゃくちゃ怖いぞ。パチオ外して、もう全部こっちのさ、オッケー、 AR チオに変えるわ。 AR チオに、これ何チオっていうの、これメスチオ、メスらしいです、メスチオ、怖いな、メスチオ、オッケー、メスチオでどんどん撃ち殺していくぞ。パチオはいらねえや、パチオは。パチオ強化者どうなんだ、10万人達成めちゃくちゃかっこいいじゃねえか、おい、10万人達成チオかっこよすぎやろ。これの強化いくら、850円きた、はい、高速連射チオいけ、高速連射チオ、オッケー、じゃあ高速連鎖チオで対応で、こっちもじゃあ、はい、来ました、10万人達成チオにするわ。でジェナチオさらに強化できない、ジェナチオ3000円高いね、強化はちょっと厳しいけど、これもじゃあ高速チオにするわ。でパチオを、パチオいないね、溜まってない溜まってない溜まってない、早くしよう早くしよう早くしよう、10万人、オッケー、10万人達成、オッケー、いけ、10万人達成、やれ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 、オッケー、じゃあ10万人達成チオで今のとこ守れてるぞ、守れてるぞ。何この敵がやばいな、みんな今ウェーブ8、あとウェーブ2つ分攻略すればいい。高速連射チオはクールタイムが 0.05 だからめっちゃ打てる。35と20だから、やっぱ10万人達成チオあんまいらないかもしんないね。それだったらこの高速連射チオ置いた方がいいね。3000なら来た。はい、何になる？魔界のフォーク。おい、これリリチオじゃねえよ、これ。うん、これもうリリチオですらなくなったぞ、これ。10万人達成チオ、次何チオになるんだ？ 100 万チオになるんちゃうか。え、なんだろう、ロケットランチャーチオかな？ロケットランチャーチオになる。いくよ。はい、来た。来た、超高速連射チオになった。おい、めちゃ、おーおーおー、めちゃくちゃ重装備やん、おめちゃくちゃ重装備やで、これクールタイム 0.02 だからな、さすがに超高速連射チオはめちゃくちゃ強いぞ。いいね、後ろが弱えな、みんな後ろが弱えんよな、これ対応できるかな2人で。待って、3000だからこれもじゃあ強化するわ。魔界のフォークに進化、魔界中に進化する。これでどんどん攻撃してもらおう。ノーマルゾンビ超強いね。さあ、ウェーブ中耐えれればリリチョの勝ちですよ、これ。このまま勝てるのか。あ、来た、はい、ゲームクリア、ナイス。ということなんで、リリチオタワーディフェンスでした。まあリリチオはね、たくさんタワーディフェンスやってるんで簡単に攻略できました。よかったら皆さんやってみてください。こういう系のマップ作ってくれたらまた連絡してね、面白かった。じゃあ次、リリチオさんの未来の王国。これはリリチオさんが YouTuber として成功した後のリリチオ王国です。このマップはマップ探索ができます。楽しんでください。コインは地下の自販機で使えますと。ペミッチさんさ、毎回さ、こういう系の企画で作ってくれんの。小6女子のペミッチです。好きな YouTuber リリチオね、僕のことが大好きみたいでありがとうございます。これからもね、好きでいてください。じゃあやっていきましょうか。ちょ、見ていくね、じゃあ。さあ、未来の王国行きましょう。コイン。これだから地下で使えるんだよね。リリチオ王国来ました。すごいね。作り込まれ方すごいね。名前、リリの木。まあ、木だね。まあ、木ですね。飛べるよーって、飛ばないでいこう。リリの木、いいね。木があって、名前、リリの木。全部同じや。うん、全部リリの木や。リリチオ様の玉座。用心棒の田中と佐藤。これ、ペットシミュレーターの動画見てください。座れない。座れなかった。やっぱ俺はまだ王の資格がないのか。地下があるね。じゃあ一旦地下行ってみようか。地下のコインとか使ってみたいですね。わ、水になってんの、もしかして。あ、すごい。水で地下に行くんだ。じゃあ潜っていくよ。さあ、地下に入っていくと、おお、なんだこれは。どうなってるんだこれは。もっと下？あ、すごい。水の下に地下があるんだ。で、コインはどこで使えるんだ。自販機で使えるっつったっけ。ここら辺？あ、来た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 。コーラ？美味しいね。待って、誰かいるぞ。おい、みんな、マクドナルドに誰かいるぞ。誰だこれは。あー、ペミッチちゃんだ。うん、ペミッチちゃんがいた。な、まあ、せめてね、せめて耳外せ。耳は外しとけ。こっちのエスカレーター登ってみるわ。男、女。でもなんか女の方しか空いてなくねえか。まあ、これは仕方がないよね。女の方しか空いてないもん。失礼しまーす。わー、なるほどね。これ、温泉になってるんだ。ほら、温泉になってる。いいね。何これ。なんか魔法使えるわ。魔法が使えるようになったよ。水の魔法が使える、みんな。アスレチックの部屋とかある。すごい。ほら、死んだわ。水でプカプカ浮いた状態でアスレチックせんといかんわ。やべえわ。まあ、よかったら皆さん、このアスレチックはね、自分でやってみてください。ということで、じゃあ次行こうか。やっぱすごいね。クオリティが高いですね。日に日にクオリティが上がってるよ、リスナーのマップの。リリチオさん1万人登録者記念マップ。リリチオ1万人記念マップを作りました。スマホの人は多少重たいところがあるかもしれません。なになになに？リリチオさん、チャンネル登録者1万人おめでとう。
これまでのロブロックス動画を一緒に振り返ってみよう。マップの関係上フォートナイト動画を入れなかったため、ロブロックスのみだってしまった。だからフォートナイトはやっぱダメらしいね。以降はリリチオがいる。イエー、うん、これは COD や。リリチオはここから始まった。そうなんです、これリリチオね。これリリチオで、このデーモンっていう武器を使ってチームデスマッチ100キル選手のマップで50キル取ったんや。57キルか。結構すごいね。来た、刑務所ラスゴク捕まってるわ。ロブロックス初動画はこれであった。プリズンブレイク風刑務所からの脱出、ロブロックスより。そうなんだよね。ちょっとした小話、この頃リリチョウは引っ越したため朝方にやっていた。主人公の名前はノーマンリーダースだった。なんで知ってんだよ、なんで知ってんだよ。これすげえ詳しいじゃん。これ面白かったよ、この動画。誰も見てないけどね。出た、リリチョウランド。おー、いたわ。あ、いたいた。どこにいるかと思ったら、お前そこにおったんか。この頃初めて6000回視聴を叩き出した動画。リスナーが一日で作った謎マップリリチョランドが面白すぎた。最初伸びなかったです。最初は50回再生ぐらいだったんだけど、後伸びしたんよね。リリチョの名前が売れてから後伸びしたマップだね、これはね。なんかめちゃくちゃ喜んでるみたいやん。ロバックス万歳みたいな感じやん、これ。無料のロバックスの動画で4万回視聴。ね、フリーロバックスめちゃめちゃ数字取れたよね、この時。確かこの時俺、ワクチン打ってた。あの、某ウイルスのワクチンの1回目の接種の時に、打って、ちょっとスマホでさ、なんか待機時間があるじゃん、注射打った後。待機時間見てる時にそのスマホを見たら、え、めっちゃこの動画伸びてるんだけどってなった記憶がありますね。これ誰も知らないと思う。で、来ました。はい。BBN Jenna Tubers。はい、手繋いでますね。あの、付き合ってるんで、はい。リスナーさんが浮気するのと同じ通り、僕もあの、ジェナと浮気するんでね。で、ビビアンが上で見ていると。ロブロックスのハッカーの動画を一番に出し、人気を集める。プラス登録者数が急激に増える。だから登録者の話しかしてねえな。ありがとうございます。で、1万人。言ったね。リリチョウさん改めてチャンネル登録者数1万人おめでとうございます。私が拡散して少しでも力になれて、慣れていいなら光栄です。これからも応援を続けていきますので、お体に気をつけて動画制作頑張ってください。ありがとうございます。なんか、お辞儀してるわ。一礼してる。もう俺のことを慕ってくれてんのか。あ、すごい。ちゃんとここも作ってるぞ、ほら。リリチョウって。で、祝1万人。礼してくれてるわ。なんか、語りなんか載ってるんやな。初めて知った。ありがとね。これ作ってくれたの。クオリティ高いな。もうない？これ大丈夫？皆さんもよかったら、インスタ映えとかすると思うんで、あげてね。どんどん SNS とか Twitter とかで拡散してくれるとすごく嬉しいです。じゃあ次。リリチオがいっぱい。何これ？3月13だから多分俺が言ってから作ってくれたんだな。なるほどね。小6で趣味はものづくりをすることですということで、まあ、結構作ってくれてるんだね。こういう系のマップ作ってるんだ。ちょ、見に行こうぜ。リリチオ図鑑。リリチオ。至って普通のリリチオ。このマップに120体ぐらいいると思う。何これ。銃チオ。銃を持ってるリリチオ。このマップに56体ぐらいいると思う。鎧チオ。鎧を着てるリリチオ。このマップに3体いる。デカチオ。めちゃくちゃでかいリリチオ。でかい割にはミサイルで一発。ミサイルって最強だね。説明。このゲームを遊んでくれてありがとうございます。バグでプロフィールのところに説明を書けなかったので、ここに書かせてもらいます。このゲームはリリチオの進軍を止めるゲームです。このマップのリリチオの数は180人ほどいます。時々ラグがあるのですいません。はい。ということなんでやって、あー、なるほど。リリチオが迫ってきてるんだ。リリチオの大群で、ほら、この顔すらも、地面すらもリリチオっていうな。で、多分ね、これで倒すってこと？じゃあ。ミサイル一発。ミサイル一発で死なねえや。お、めちゃくちゃいるぞ、おい。やべやべやべ、みんな。リリチオがすごくいる。すごくリリチオがいる、みんな。どうしよう。なんで俺が俺を殺しとるんや。鎧千代がいる、みんな。鎧千代がいるぞ、みんな。あ、なんか天月がいるわ、ほら。天月頑張れ、天月。待って、 AR 千代、 AR 千代は絶対倒す。よし、やったやったやった。ほら、もう全員天、ほら全員天月のところに、天月のところに進軍してるぞ。行け、お前たち。やれお前ら。やれお前ら。やれやれやれ、ナイス。よくやった、お前たち。よし、やっぱりリリチョ、うん、俺も死んじゃったわ。俺も死んじゃった。リリチョコースター。今まで自分が作成してきたリリチョマップをこのゲームにまとめました。あ、りょうくんだ。リリチョランド作った人だ。見ていこう。リリチョさん1万人おめでとう。うわ、嬉しいね。行こうか。よし、行こう、じゃあ。お、行こう。スピードを上げすぎると脱線します、だって。まあ、脱線しないように。脱線したら終了だな。見ていくか、じゃあ。リリチョランド。2021年5月19日。当時のチャンネル登録者2000人。よく覚えてるな。どこだ？あ、これか。リリチョランド。こら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 。そう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 。歴史をちょっと振り返っていこうか。こんな感じのマップだったんだよね。多分そのまま貼ってるんから、ポーンって。すごいね。リリチョアスレチック。2900人ぐらいか。7月ぐらいに撮ったやつがあるよね。リリチョアスレチックって。
すごい、そうそうそう、こんな感じのやつ。そう、全部理事長なんよ。顔とかが全て理事長のやつだよな。いやー、でもこん時もね、マジで大変だったよ。いやー、要は伸びないのね、何あげても。ロブロックス、もともと俺フォートナイトとかさ、マインクラフトやってて、ちょっとロブロックスめっちゃ面白そうだったから、ロブロックスに移行してさ、まあその言うて実況者さんが俺やってる1年前とかいなかったから、いやこれいけるんちゃうかみたいな、動画も面白いしっつってあげたけど、もう全く伸びなかった。50回再生とかだったかな。もう全然伸びなくてさ、もうめちゃくちゃ苦しかった思い出があるんよな。まあその苦しいね、悔しい経験があるから、まあ今があるんやろうけどな。次行こうか。いやーなんか思い出すな。これなん、え、これなんだっけ。3000人突破記念だ。理事長倒せ。9月だ、9月。そう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 。要はサバ落ちの前かな。9月にロブロックス本格的に始めて、サバ落ちする前ぐらいかな、の時ですね。あの、イカゲームとかが流行り出す前ぐらい。で、この時にちょっと参加型とかをいっぱいやって3000に行ったんですよね。そうそうそう、懐かしい。生配信の同説がもともと5人ぐらいしかいなかったんですよ。来なかったんだけど、ロブロックスのその9月頃にね、参加型したら30人ぐらい集まって、30人みたいな。でも動画班とすごいなんかもう、叫んだの覚えてるわ。30人来てるわ、やばいね、みたいな話をめっちゃしたんよな。懐かしいな。今はじゃあもう200人ぐらい来ていただけるからね。安定して200人来るとか、100人とか200人来るってやっぱ、今思えばすごいことよな。いや、初心を忘れずにそこはやっていきたいよね、これからもね。オッケー、これで終わりかな？お、来たー。このゲームの作成、10月27日。当時のチャンネル5000人と。このゲームの公開日が3月1日。チャンネル登録者数1万人。本当は5000人記念で公開予定。そうだったんだ。リリチョさん1万人おめでとうございます。これからも頑張って。ありがとう。嬉しいね。やっぱこういうの作ってくれると嬉しい。ありがとうございました。ちょっとね、昔を振り返る機会になってすごく良かったです。ありがとうね。リリチョのためのアスレチックだって。アスレチックやっていくわ。お、何人かいるじゃん。お、何人か他のプレイヤーが、一般プレイヤーが遊んでくれてるじゃん。じゃあちょっと俺も行くか。まあ、リスナーなのは確かだよね。だって俺のことを知ってるからリリチョアスレにたどり着いてるんでしょ。じゃあクリアしてやるか。じゃあ、せっかくだからな。いいね、頑張ってるね2人。じゃあ俺も登っていくか。あれあれあれ、気づかれたかな。まあ、気づかれてないか。さすがに大丈夫か。いいね、他のプレイヤーが2人で頑張ってくれてる。嬉しいね。なんかリスナーが遊んでくれてると見るの嬉しいな。よし、みんないけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。よし、来た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 。よしよしよし。でこれ絶対赤当たらん方がいいよね。赤に当たらんように登っていく。これクリアかな。うわ、もうここでミスったらダリー。意外にこれめんどくせえよ。これ戻し作業クソだりんよね、これ。いいね、順調やね。オッケー。はい、上登ります。これゴールか？登れない。ウェーイ、ゴールー。やったー。君もゴールできたんだね。よかったね。ノーマルスピードとかにも上げれるんだ。もう全然リリチョに気づいてなさそうやけどね。なんか全然気づいてなさそうじゃない？ほら。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。リリチョマップやっていきました。いっぱいあったね、リリチョマップね。ね、こういう企画をするたんびにさ、マップ作ってくれる方とか、本当に嬉しいです。やっぱめちゃめちゃ時間がかかってるのは事実やん。時間をかけて作ってくれてるのは事実やから、紹介しきれなかったやつもあると思うな。そもそもなんかマップに入れないみたいなのが多かったんですよ。バグかなんかでわからんけどね。多かったね。それはまたね、次回、また定期的にね、まあ、YouTube をやめない限り僕こういう企画やっていくんで、視聴者制作マップとか、やっていきたいなと思いますんで、よかったら皆さんね、よろしくお願いいたします。今後ともリリチョをね、1万人行ってからも、もうリリチョじゃなくなってるけど、まあ、1万人行ってからも初心を忘れずに実況はしていきたいかなと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。こんな感じで今日の動画は終わりにします。皆さん、ありがとうございました。作ってもらった方、ありがとうね。バイバイ。